はい、ドレスデンにやってきました。こちらはフラウエンチャーチ、聖母教会、日本語で。このですね、このところどころジグソーパズルのように黒くなっているものは、第二次大戦でドレスデンはもう全市街壊滅的な被害を空襲で受けたんですけれども、その当時の、断片、その焼け跡の断片をかき集めて修復したというものですね。先ほど別の教会、あと建物なんかも映しましたが、同じ話、このすごいですよね、このドイツのその証拠物件のその膨大な情報収集にかけるエネルギー、それをまた示すその行動力、素晴らしいです。まあ、こういうのを見るとね、名古屋城の、天守閣、その木造で再現するっていうプロジェクトなんかね、まあ奇跡的に当時の設計図が残ってるって話ですので、なんとしてでもね成し遂げてほしいです。で、結果ね、このに人類はね戦争を繰り返してきたんだけど、まあ二度とこういうなんていうかな、築き上げてきたものを一気にぶち壊すみたいなことはもうね、金輪際やめていただきたいという決意表明として残ってるわけじゃないですかと私は思うんですよ。わー、で今11時半ちょっと過ぎたところなんですが、12時からこの教会の中でオルガンコンサートがあるそうなので、それを、見に行きます。
Я просто такая грустная там, не, он не смеется, что там, посмотрим, не, не.